出してます。出してますよ。まあ今日天気も悪いし、最悪や。急すぎ。もう瀬戸に来ると雨降る。前もあったけど瀬戸別に雨予報じゃないんやって、うん、もう最近多いんだよこういうの。困ったね。全然走ってないけど、まだ5キロぐらいけど。通り雨っぽいけど。やんだ。か、こ、白線飲むなよ、白線。こける。やばい。なんかこの小雨加減はちょっと気持ちいいけどね。まあまあ。涼しくて。確かに。そんなスピード出さんかったら。スピード出せん。キャリパーだから。怖い怖い。もうだからもう、志田海古墳ミュージアムまで行って帰ろう。どうしよう。もうちょいやで。もうちょい。着いた着いた。着いた。じゃあお言葉に甘えて甘えるといつさせてもらう。ありがとうございます。死ぬ。よいしょ。すんすん。これが梅雨あるあるなんかな。梅雨ライドあるあるや、これは。ちょいテンション下がったけど。だいぶ下がってるやん。めちゃめちゃよ。へえ、こんな感じない雨の日って。そうね。あ、これだけ撮ろっか。サムネ撮ろう、サムネ。こうこうこう。こうこう。はい、ここ。はい、こう。はい、こう。これ登れるの？登れるんじゃ？でも階段あるやんな。でけえ。おしゃれな古墳やんな、やっぱり。現代文明で作ったんちゃう？なんかそんな感じするやんな。融合させた感じやな、歴史と現代を。確かに。だってコンクリートだもんね、俺。うん、古墳の形にしたってこと？うん。いやでも古墳なんでしょ、ここ。実際の。もともとそうなんじゃないの？多分そう。書いてある書いてある。くちゃるくちゃる。志田海大塚古墳作り出し。サムネ撮ろうか。
本当は瀬戸市なのまで行く予定だったんですけど、今回は名古屋市の石田古墳、うん、まあ大体家から半分ぐらいの時点で、うん、まあこれからまた雨降っても困るんで、うん、帰ろうか今日は。そうだね、うん、はい、ということで皆さんも梅雨のライドには注意していきましょう。そうだね、天気予報は当てにならないことがあります。全然当てにならないびっくりしたよな。テンション上げて、ほんとテンション落としすぎないけど。いや、自転車洗ったばっかなんですよ。クォーターもキャノンデールもチェーンクリーニングして、うん、フレーム掃除したばっかなのに汚れてもた。それはショックだな。あのショックや、うん、まあいいや、また洗いましょう。はい、ということで本日の動画は以上です。